って難しいな。新しい舞を披露しようかな。剣法って初めてだけど、ストレス発散に良さそうね。癖になりそう。あら、私に見とれちゃった。このスバ、はあ、はっ、技、へえ、やるわね。さすがは踊り子ってところかしら。そういうメリッサこそよく体力が持つね。私の方が先に息切れしてしまったみたいだ。踊り子の特訓で普段から鍛えてるはずなんだけど。あまり表に出ないだけで私だってクタクタよ。すごいわね、これ。剣法とか言ったかしら。ああ、アクアにいつも元気でいる秘訣を聞いたらこの動きを教えてくれたんだ。ちゃんとした剣法かどうかは不安だけどね。体幹も鍛えられるし効果はありそうね。でもこんな格好までする必要はあったの？それはわからないけど、せっかく作ってくれたんだ。着た方がアクアも喜ぶだろう。ま、体が引き締まれば何でもいいわ。でもちょっと意外だったな。メリッサがこんな風に黙々とトレーニングをするなんて。いつも優雅で軽やかな印象だから、こういったトレーニングとは縁がないと思ってたよ。いい女は見えないところで努力をするものなの。美貌は女の最大の武器だし、どんな剣よりも鋭く研いで簡単に男を言いなりにできるようにしておかなくちゃ。男を言いなりに。あら、熱心なファンをたくさん抱えているんだし、リアもその気になればすぐできるわよ。教えましょうか。まだ私には早いかな。あら残念。それじゃあトレーニングを再開しましょうか。小さな努力の積み重ねが目標の達成には必要だしね。そうだな。シエロも武術をやっていたし、剣法の動きを覚えたら踊りにもいい効果があるかもしれない。さあやるわよ。はあ、このスバ。